稲富氏は、本生は平氏。家系は、官務平氏ただし交流、伊勢、伊賀の本拠地とする伊勢平氏一門の支流である。元は、伊賀国の山田氏、丹後国に向かった後に、稲富氏と名乗ったと言われている。鎌倉時代に、丹後に、弓、騎城を築き、稲富氏代々の当主が居城としてきた。室町時代になると、聖は源氏吉国流足利家一門の一色氏が、 単語に仕事して入ると、これに従い家臣となった。稲富氏は、ス秀の代で、全国的に主流の法術となる稲富流法術を、創設し、孫の直家の代で確立。その法術は、豊臣秀吉、徳川家康、徳川義直、伊達正宗、伊伊直政、松平忠義、浅野義長等の大大名から徴用された。安土桃山時代には、上主。 稲富幸直が弓木城で稲富流列砲隊等を率いて主家である一式吉帝軍と共に織田信長法の細川軍と激戦を繰り広げこれを撃退し続けた稲富氏は一式吉佐田一式の力与と共に戦い続けたがついに両人が自陣または戦死丹後守護一式氏は滅亡した捕らえられた稲富直家は豊富秀吉の計らいにより 旧敵細川氏に仕えることとなり、居城である弓木城に泊まることを許された。秀吉の死後、戦の機運が高まると、細川氏の館で、細川柄車を護衛していた、稲富裕次家は、西軍の石田三成の軍勢に囲まれてしまうが、敵軍の中には、大勢の法実の弟子たちがおり、彼らの助けで館を脱出した。これが、細川氏の怒りを買うが、 稲富流法術が耐えることを惜しんだ、徳川家康はこれをなだめ、以降稲富氏は法術指南役として徳川将軍家に仕えることとなる。大阪の陣老里、稲富正直勢は大砲を大阪城に打ち込み、天守閣に命中させるなど活躍した。ありがとうございます。